じゃあね、大和田家の最後の曲、はい、チューニングできた、すごいいい曲ですよね。それやりましょうか。もう一曲だけ、今日いつもしゅんさんがこうあったかく見守ってくれるみたいに、しゅんさんいつも言葉は全然少なくて、私にいろんなことを全然あのお話はしないんですけど、とてもなんかいつも温度を感じるんですね。温度を感じます。温度で触れてもらってるような、そんな感じがいつもしゅんさんからしてます。そんな風に心に触れてくれていたんだなという気持ちで作った曲を最後お届けします。どうもありがとうございました。
すごいですよ。どうもありがとうございました。